はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍されている方、もしくは昔活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でも外務省出身で、今ローカルで世界に発信していこうと、そういった事業をされている伊藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。伊藤雄二と申します。今、まあ、いくつかやらせてもらったことあるんですけども、一番大きいとこ、山形県の米沢市というところで、三夜という職をやらせてもらってます。カネタンというゆるキャラがいるんですが、これ米沢市のキャラクターで、今回出させていただくって、なんかないって聞いたら、ぬいぐるみと石の金丹像となんか米沢寝室のこのシャツをいただきました。はいはいはい、全部持ってきて、陶芸持ってきました。これマジですごいですよね。これなかなかイケてるニルキャラなんで、皆さん、あ、 LINE スタンプもありますんで。そうなんですね。はい、去年の9月まで外務省で仕事してまして、主に国連関係とか国際協力ですね、開発の支援を担当することが多かったことになります。去年9月に退職してからは、もともと外務省いる時から3年ぐらい地方の街づくりってところで、いろんなところでイベントやらせてもらったり、プロジェクトやらせてもらったんですけど、もともとそっちの方にフォーカスしたいなと思って、9月辞めて、いろんなところでいろんな人とごちゃまぜにいろいろやってもらったら、12月ぐらいに米沢市さんの方から、米沢市来ませんかって言っていただいて、米沢市の参与ということで、今年から仕事をさせてもらっています。それ以外にもいろいろ大手のエンタメ企業のアドバイザリーですとか、沖縄県の教育スタートアップのアドバイザリーなんか、まあ、ちょこちょこっといろんなことをさせてもらってるんですけど、メインは今は米沢に。そうなんですね。費やしております。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけれども、そもそも伊藤さんって外務省出身だったんで、はい、外務省と国際協力を紐付けるわけではないですけど、そもそも海外とか国際協力とか、そういったところに興味を持ったところからお聞きしていきたいなと思ってまして、伊藤さんそもそも国際協力になんで興味を持ったんですか。元々私の出身って北海道の帯広市っていうところなんですけれども、はい、外国の方がそんなにいるわけではないので、国際関係面白いなと思うようになったのは大学に入ってからになります。で、まあ、大学入った時は元々はコメディの脚本を書きたくて、はいはいはい、大学の文学部に入ったんですけれども、はい、映画とか演劇とかいろいろそういうこともやらせてもらいながら、なんとなくもうちょっと幅広さが欲しいなと思った時に、他の学部の授業もいろいろ取れたので、はい、その中で国際関係とか法学とか政治学とかいろいろ勉強した中で、国際関係って面白いなと思ったのと、当時国際教育でいくと、まあ、人間の安全保障みたいな話がいろいろ出てましたから、はい、そういったところも含めて国際関係、しかも開発協力、人道支援みたいなところがすごく関心を持ったっていう、まあ、大学時代のきっかけになります。なるほど、ありがとうございます。国際協力っていう観点で言えば、外務省だけじゃなくて JICA であったりだとか、それこそ国連であったりだとか NGO みたいな枠組みもいっぱいあると思うんですけど、はい、その中で外務省っていうところを選んだ理由っていうところもちょっとお聞きしてみたくて、何かあったんですか。もともとは国際関係が面白いな、なんか仕事したいなって思うようになったのは大学の4年生ぐらいだったんですけど、うんうんうん、それだったらちょっと留学をして、アメリカの大学に最初行こうと思って、うん、大学4年か5年かけて留学をするんですけども、はい、行く直前にとある大学の先生で、まあ、大学院行った後に国連職員でもなろうかなみたいな話で思ってたので、はい、その先生が飲みに連れてもらって言うわけですよ。君のやりたいことって外務省の方がいいんじゃないって言って、それなんでですかって言ったら、メディアでよく日本の立ち位置はもうよくわかんないって言われますけど、それなり国際関係の中で発言権が結構あったりするので、うん、僕が国会議員インターンとかさせてもらった時も、とある国で国際会議とかさせてもらった時に、一インターンとか秘書的な役割ですけど、いろんな国の政治家とかから日本にこうしてほしい、ああしてほしいみたいな、そういう経験も言われた経験もあったので、例えば日本と確かそれなりに国際社会の中では影響力ある方なんだなっていう実感もあったので、うん、日本の公務員になれる資格があるんであれば、最初やっぱ外務省ってところで日本の背番号を背負って、その背番号の中で国際関係で仕事した方が多分影響力のある仕事できるのかなと思ったのが、まあ留学するんですけど、その後、うんうん、留学してるうちにやっぱそうかなと思って、じゃあ外務省行こうと。あ、そうなんですね、はい、なるほど。ちなみに留学はどちらに行かれたんですか。その時はカリフォルニアですね。カリフォルニアのどちらに行かれた。デイビスっていう。あ、UC デイビス。 UC デイビス。あ、はい、そうなんですね。どっちかというと結構ワインとかお酒とかが面白かったんで、はい、語学よりもなんかそっち方向に流れてあんま語学が上達しなかったっていう。そうなんですね。苦い思い出もあるんですけど。そうなんだ。UC デイビスで1年間くらい行って、そうですね。その大学院には行くんですか。大学院は日本で行きました。あ、日本なんですね。はい、公務員試験受けなくちゃいけないので、公務員試験結構いろんな科目とかがあるんですけど、はい、国家公務員試験、はい、そこで2年ぐらい大学院、今公共施策大学院があちこちできてますけど、公共施策大学院でいろんな科目とか公務員試験必要なものも含めて2年間日本の大学院行ったっていう感じですね。あ、そういうことですね。じゃあ日本の大学院行って、そこから外務省に入ったというところですね。はいはい、
ありがとうございます。その間って海外とかって結構行かれたんですか？どっちかっていうと行ってない方だと思います。旅行とかってあんまり行ってなくて、はい、バックパックとかしたとかそんなのもなくて。ああそうなんですね、はい、実際大学院の2年間の時は試験勉強みたいなところ注力してて、インターンとかあんまりしてない感じなんですか、ね、はい、試験勉強がメインで、ただ新聞社でインターンプログラムがあって、はい、2週間ぐらいやらせてくれるやつで、某経済新聞ですけど、はい、すごくいいシステムでインターンに出張させてくれるんですよ、はい、あそうなんですね。さっき似たような話ですけど、僕も大阪に出張させてもらって取材して、はい、一人で行かせてくれて。あすごいですね、はい、それも面白い思い出ですね。それ実際インタビューするのは経済新聞なんで、いわゆるビジネスの担当者の人たちにインタビューしに行くみたいなイメージなんですか？はい、そうですね。その時のテーマは私ロボットだったと思うので。あそうなんですね。記事になるというよりはもう社内報みたいなところで新聞記事どうやって作るみたいな練習みたいな感じだったんですけど、大阪の町工場とかロボット関係の会社さんを訪問して、はい、でそれをちょっと記事にさせてもらったりっていうことをちょっとしてました。ちなみにあの記事ってめちゃくちゃ難しいと思うんですよ、はい、枠内にそもそも収めないといけないっていうのもあるじゃないですか、はいはいはい、それを工夫するのってノウハウとか教えられたりしたんですか？あ教えられました。塊で文章をたくさん書いていくんですよ。あとは切られてもいいように一番大事なこと1ブロック目、次大事なのが2ブロック目ってあるんで全部書くんですけど、最後切られてもいいように書くんですね、はい、記者さんたちって。あそういうことなんですね。もう最初に重要なことボンボンボンって書いて、もう最悪一つのパラだけで記事になるように彼ら書いてます。そういうことか。じゃあそのブロックブロックでもう完結できるような文面にちゃんとしておくと、はい、しておくっていうことで僕は理解しました。多分そうだと思います。なるほど。もう一点だけちょっと聞いてみたいんですけど、はい、大学院2年間の時に国家公務員の試験受けるじゃないですか、はい、国家公務員の試験って僕のイメージですけどすごい難しいイメージがありまして、プロセスみたいなのって筆記だけなんですか、うん、それとも面接が結構ある感じなんですか？ですね、一番最初は筆記試験で、今総合職試験になってるんだと思うんですけど、一次試験っていうのがあって、うん、一次試験はマークシートです。でこれがすごい科目数がたくさんあるんですけど、うん、一次試験合格したらば筆記試験が、記述式の試験があって、で次人事院の面接があって、うん、そこで受かってれば国家公務員一種合格なんですけど、実はそこで終わりじゃなくて、はい、甲子園出場は決めるんですけど、その先で甲子園で戦わないとあの役所に入れないんです。はいはいはい、役所に入るのは全部面接 で、 あそうなんですね。で今も官庁訪問期間っていうのがあるんですけど、大体、うん、2、3週間ぐらいでサバイバルゲームするんですね。じゃあそこで当てはまらない人たちもいるんですか？います。だから一種試験受かっても公務員になれない人もいますし、3年間有効なんで、その試験の人は、はい、希望の省庁入れなかったら次の年また官庁訪問、その時は試験はもう免除なので官庁訪問だけ行くっていう方が。ああそうなんですね。でもその次の時にまた受けたい人たちが来るわけじゃないですか。そうそうそう、プールされちゃいません？そしたらそうなんです。だからあんまり1年目ダメだったら2年目で合格する人ってそんな多くないです、うんうん、なるほど、きついですね、うん、はい、なのでやっぱり1年間で何やってきましたかっていうのを見られて、はい、なんで私は大学院行ってとかちょっと仕事してましてみたいなものをちゃんと作って2年目行って、でそれで受かる人はまあわりかしいますけど、ただなんとなく1年間学生やってましたとかだと、はいはい、多分2年目行ってもあんまり通らない。あそうなんですね。ちなみに官庁訪問っていうのはいろんなところ行かれると思うんですけど、はい、複数の省庁からオファーが出る場合も全然あるんですか？あります。あじゃあそこは選択権は自分に移るんですか？あります。でそれを各省庁の人事担当者が奪い合いをしてるわけですよ。そういうことなんですね、はい、僕の場合はもう外務省しかあんま公務員は関心がなかったので、うんうん、まあ、一応もう一つだけ行きましたけど、途中もその省庁はもうなんかちょっと違うなと思って行くのになっちゃったりとか、でも他の誰が見ても取りたい、まあ、民間もたくさん持ってる人いるわけですよ、内定を。そういう人は例えば外務省も欲しいし、うんうん、経産省も欲しいし、第3クールぐらいの時にうちに初日来いとか。あなるほど。なんかそんな感じ引っ張り合いがあるんですね。引っ張り合いがあります、はい、じゃあ一種受かった人たちはそれぞれでアポを取っていくような感じなのか、うん、はい、そうですね。大学ぐらいもなんですけど、はい、初日は例えば丸々賞に行くとスタート地点150人志望者とかいて、はいはい、だんだん第2クール男性クールだとだんだん人が少なくなってくるんですよ。なるほど。でなんとなくの連帯感がこう生まれてくる。はいはいはい、そうなんだ、面白いですね。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとここのお話は、まあ、そもそも伊藤さんがなんで国際協力とか外務省とかに入ろうと思ったかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、この次の動画では外務省で具体的に何をしてたのかみたいなところをお伺いできればなというふうに考えております。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。